世界を救う戦いだと誰かが言った。お前たちに全人類の希望がかかっていると誰かが言った。でも俺にとってはそんなこと興味はなくて、これは所詮自分の中の衝動を満たすためのもの。最強のライバルとこのシチュエーションで戦えるなんてゾクゾクするじゃないか。もっとゆっくり。それが不謹慎だと言われようと構わない。綺麗事じゃないんだ。興味があるのはただ全国ランキング1位のやつを倒してその頂点全員一になることだけ。その先にあるもの、その先なんて何もない。自立完了。何もないんだ。それでも、いやだからこそ求めるんだよ。だって俺はサンダーエンペラーに英雄でもなく発電機も起動、軍人でもなくロボットアニメの主人公でもなく、電源供給開始。システムリンクオンライン。マイクテスト。カイ、なんか喋って。おじゃりもんせ、ノッチーよ。感度良好。全員一言ずつ。テステス。すごい一体感を感じる。風、なんだろう、吹いてきてる。確実に。はい、オッケー。カイン、ポケコンは有線になってる？赤いケーブル。とっくに接続済みだよ。ていうか、なんで赤なの？アキちゃんの趣味。通常の3倍で動ける気になるでしょ。OS 正常に起動済みだし、テラ安定。うちの顔見えてる？バッチリと。各サーボ、ホームポジションの誤差は 1% 以下。送電システム、正常だよ。発電機は、13時間は連続で使えるって。それだけあれば十分。各種アクチュエーター、すべて正常。ジャイロセンサー、オートバランサー。異常なし。チェック9番から16番までは飛ばし。おいおい、大丈夫？見くびらないでもらえますか？僕を誰だと思ってるんです？ああ、悪かったよ、後輩。起動しました。レーザースキャナー、左右ともに異常なし。
系判断用 AI 正常、大丈夫だ、問題ない。カメラテストどうぞ。360度カメラテスト。はい、ちゃんとシートベルトは締めてる？もちろん。シート固定解除、くるくる回ればいいんだよね。カメラ連動確認、目が回る。こっちもモニタで確認しました。座標固定スタンバイ、OK？ ジョイ待ち。調整完了、いいよ。座標固定、来たこれ。その変な言葉遣い、いい加減やめてくれないか。だが断る。はいはい、喧嘩やめ。よし、チェックは以上。本日2020年2月28日の天気予報をお伝えします。鹿児島県種子島・屋久島地方は北東の風のち南の風やや強く晴れでしょう。波の高さ 1.5 メートル、最高気温14度、最低気温10度、降水確率は 10% となっています。天気予報でした。貴重な情報どうも。はい、これでロボ部員全員集合したね。できれば歩行テストをしたかったところなんだけど、そんな暇はないからぶっつけ本番だよ。いける？最初から分かってたことでしょ。今さらノーゴーだなんて言わないでよ。コンディションオールグリーン、最終判断はゴー。カイ、必ず戻ってこようね。さあ、ここからは俺のゲームだ。だって俺は英雄でもなく軍人でもなくロボットアニメの主人公でもなく格闘ゲーマーなんだから。頑張れる、発進。はい、アップデート終わりってね。どこら辺が変わったのかさっぱりわかんないけど。はいはい。俺の名前は八潮海人。中央種子島高校普通科3年2組、出席番号26番、成績は中の下。部活はロボット研究部に所属してますよ、一応ね。ロボットのことは詳しくなかったりするけども、
得意分野は何を隠そう、ゲームだったりしちゃったりして、ってあれ、んじゃあまあ、アップデートしたことだし、ちょっと試してみますかね。かーい。ちょうどいいや。ポケコンで気になるあの子をロックオンしてみるかな。あ、またゲームして遊んでる。ゲームじゃないって、イルオがアップデートしたんでね、それを試してるんだ。アキちゃん、猫耳つけてあげるよ。にゃんにゃーんなんつ。カイはのんきだな。こういうピンチな時は力を合わせて頑張らなきゃいけないっていうのに。ピンチなの？ピンチだよ。この状況を見ればわかるよね。
ま、でも芝生は意外と気持ちいいよ。そういう問題じゃなくて。今日も教頭先生のところに行ってきたの？行ってきたけど、会議中でまた会えなかった。教頭先生、忙しすぎだよ。部長さんはいろいろ考えなくちゃならんことが多くて大変だね。大変だけど、充実はしてるよ。ちょっぴり焦りもあるけどね。えらいえらい。カイはまるで一言だね。ロボ部はもううちとカイの二人しかいないんだよ。少しはそれを自覚してほしいんだけどな。いや、でもほら、俺ってロボットとかあんまり興味ないし。知ってる。これだけうちが会に洗脳作戦を続けてるのに、全く効果なしだもんな。アキちゃんの熱意は立派だけど、空回りしてることにはそろそろ気づくべきだと思うよ。え、してるかな？してるね。新入部員が2年連続でゼロなのは、アキちゃんが空回りした結果なわけだし。ああ、そっか。でも聞いて、カイ。あの人がかつてこう言ってた。まだだ、まだ終わらんよって。
無駄に前向きだね。アキちゃんらしいよ。そう？だったらカイも見習っていいよ。ちなみに勝手に猫耳生やさないでくれないかな。かわいいのにね。にゃーにゃー。もう怒るよ。そんなアプリは削除。キルバラ起動。リーダーボードはどうなってるかな。やれやれ。おっと？作者と対戦できるなんて光栄じゃないの。
いやー、どうも。お目にかかれて光栄です。どうかお手柔らかに。もしもーし。ボイチャはやらない人か。へえ、結構普通の攻めをするんだ。教科書通りだけど面白みはないかな。対処法も考えやすいってね。作者だからこその弊害ってやつかもね。な、失礼。ご苦労さんと。さすが作者だけあって癖をよく理解してるよ。でもまあ、だからこそ攻め方がオーソドックスすぎかな。読みやすかったっていうか、同じ機体ってのも俺に有利に働いたかもね。お？ボイチャじゃ無視したのにメッセージ送ってくるなんてどういうつもりかな。なんだこれ。俺がチート使ってるって、そんなのあるわけないでしょうが。とんだ言いがかりだね、まったく。っていうか、チートなら俺より上位の連中の方がよっぽど怪しいけどね。ちょっと少女趣味すぎっか。何のこと？この場所は時間から取り残されてるんじゃないかって安ニュイな気分に浸ったりしてたんだよ。おお、
哲学的。別の言い方すると、俺はこれからどうしようって思っただけだったりするんだけど。これからどうするかなんて決まりきってるよ。なんとしても部費を手に入れる。そして今年中にガンツクワンを完成させるの。いや、じゃなくて、俺が言ってるのはさ、もう高3でしょ？あと1年もしないうちに卒業だよ。その後どうなるのかなってこと。考えたことないな。もう6月なのに？うちは今、あの子に夢中だから。今っていうか、もうずっとでしょ。でもそれにうつつを抜かしてて、浪人だなんてことになったら目も当てられないよ。何しろ、ロボットを完成させた後も、俺たちの長い人生は続くわけだからね。まあ、なるようになるって。なんでそんなナイル話題持ち出すかな。なえるのは確かだね。もっと希望的観測のもとに突き進むべきだと思うよ。なんだったら走りますか？どこへ？夕日に向かって。自分が走りたいだけでしょ。しかもまだ夕日なんて出てないし。気分だよ、気分。アキちゃんってたまに根性論唱えるよね。じゃなくて、諦めなければ願いはきっと叶うんだって。人はそれを根性論と言うんだよ、アキちゃん。キャラ性能のせいで始まる前に勝敗が決まっちゃってることもあるって覚えとくといい。ん？でさ、これから整備のためにハンガー行こうと思ってるんだけどな。
頑張ってよ、部長さん。カイも一緒に来てよ。ふん、だったら分かってるでしょ。またやるの？当然、いつも言ってるよね。俺を従わせたいなら勝負に勝ってもらわないと。キルバラ一本勝負、やる？うちが勝ったら本当に言うこと聞いてもらうからね。勝てたらね。ゼロ十ではないだろうけど。少しは腕上がったか見せてもらうよ。手加減なしだからね。これで負けたら400連敗。それだけは。数字適当すぎだよ。多分それよりずっと俺が勝ってる。ああ、そう来ちゃう。ふん。わあ、ミスった。アキちゃん、落ち着いてやった方がいいよ。はい、俺の勝ち。アキちゃん、相変わらず弱いね。ぬこんにゃろー。あ、ちょっ、もっと容赦してくれないんだから。いや、手加減なしって言ったのそっちでしょう。
またゲームしてる。ハッチ開け。秋は何をやっても平凡止まりなのよ。弾幕薄いよ。何やってんの。
んーじゃ、やりますか。手伝え。これは警告ではない。抵抗すれば撃つ。必殺ガンバルアンクストライカーズドドギャー。虚しい。この場所は時間から取り残されてるんじゃないかって安ニュイな気分に浸ったりしてね。取り残されてるか。これが若さか。メンテ中？うっ、こら、そこから覗き込まないでよ。パンツ見えちゃうから？見たら怒るからね。アキちゃんさ、いつも言ってるけど、制服のままで作業するのやめた方がいいと思うよ。だって、部室に忘れちゃったんだもん。更衣室もないし。どうせうち以外にここで作業する人なんていないし。油汚れは落ちにくいよ。別にいいよ。なんか勲章っぽいじゃない。ふーん、やっぱりアキちゃんってずれてるな。そういうこと言う女子高生ってなかなかいないよ。よっと。チェック終わりっと。
お疲れ。んーで、うちの何がずれてるって？油汚れを勲章だとのたまう女子高生はさ、そうそういないよ。のたまうって、引っかかる言い方だな。自覚はあるけどね。自分を異質だって認められるのはすごいね。カイは自分を異質だと認めてないの？俺はゲームの腕は変態的だけど、それ以外は至って凡人のつもりなんだけど。ゲームしか興味ないカイは十分変人でしょ。そういえば、さっき色を見てたら改装中だったエブリデイが論争になってたよ。え、本当に？本当、見たらわかるよ。10% オフだって。帰りに寄ってこーった。でも人が殺到してるかもよ。あー、レジ待ちがすごそう。エブリデイが最初できた時もそうだったもんね。あの時ってうちら小学生だったっけ？確か、アネモネと同じ年。明日も教頭のところに交渉に行くつもり？待ってるだけじゃ何も進まないから。無駄に前向きだね。それだけがアトリエだからね。で、カイも一緒に来る？ねえ、来る？明日は腹痛で部活には遅れていくから。それは大変ですね。
まっすぐ帰る？アキちゃんはどうしてもコンビニに寄りたいんだね。B コープでもいいよ。要するに買い食いしたいと。もうすぐ晩飯の時間なのに。え、分かったよ。まっすぐ帰る。体調は大丈夫？うん、平気。じゃあね、カイ。ノッチよ。ノッチよ。先に行ってるよ。いらっしゃい。
どうも、今日もお綺麗で。ふん。秋は？先に学校行ったよ。あいつ、私をスルーするとはいい度胸だね。高校生は毎日買い食いできるほど蓄えはないんだよ。スコールは毎日飲んでるじゃないか。ごもっとも。次顔出したら2本買わせるか。で、かい、今日はこれ、いいのかい？それは用事があるときしか食べないんで。好きで食ってたのかと思ったよ。あんなゲロマズマンを？冗談でしょう。かい、うちの店の商品にゲロマズとか言うな、な。ごめん。そうそう、ミッチーに言っといて。さっさとプロテイン取りに来いって。ミッチーってこの店でプロテイン注文してんの？なんで自宅に直接送ってもらわないんだろう。さあね、あいつ今回は注文したくせに度忘れしてるらしくて、ちっとも取りに来ないんだ。それ俺に言うんじゃなくて、ミッチーに直接言ってくれない？電話とかで。私はポケコンなんか持ってない、知ってんでしょ。じゃなくてさ、店の固定電話があるでしょうが。